ちは。伊達です。ですね、今、韓国に行く荷造りをしてるんですけれども、ちょっとほたこちゃんが寝静まったので、廊下でひっそりと荷造りをしております。でね、もう久しぶりすぎて何持っていくんだっけっていろいろ考えながら荷造りしてるんですけど、なんかちょっと思い出しながら一緒にパッキングしていければと思います。まず今、ある程度ちょっとボンボン詰め込んだんですけど、こういうチャック付きの袋はあった方がいいかなと思って入れました。あと、かなり多分今寒いみたいなんで厚手の肌着をちょっと何枚か用意しました。あとは、これは、シャカシャカしたちょっとズボンで、昔ユニクロに売ってて、中が結構分厚い生地になってて、黒いズボンなんですけど、シャカシャカして、撥水もしてくれるものになってて、これ前回韓国の時も着て、これにさらに、ブラキモのタイツ履いても寒かったんで、これは持っていこうかなと思います。で、多分これ夜の東大門のナイトショッピングの時とかはかなり気温下がるので、その時にちょっと着ていこうかなと思います。体冷やさないように。あとはちょっと使うかわかんないんですけど、これゴルフ用品なんですけど、なんかね、手袋になってて、ここにね、北海道が入れられるんですよ。そうすると、手が、あったかいよっていう感じで、ちょっとね、夜のナイトショッピング東大門がかなり寒そうなので、使うか分かんないけど、一応そんなにかさばらないんで持っていこうかなと思って持っていきます。あとは中に着るインナーダウンみたいなやつ。韓国ってすごい寒いじゃないですか、冬なので。中にいっぱい着込んで厚着していっちゃうと、お店の中がすごいあったかくて、今度死ぬほど暑くなるっていうね、こうジレンマがあって厚着はするんだけど、中に着込むっていうよりは重ね着して、なんか脱げるようにしておくといいかなって毎回思います。あとは私がいつも持っていくのはタコ足。コンセントが結構足りなくなるので、これちょっとこんなにいらないんだけど、ちょっと持ってくるのこれしかなかったんで、これを1個持ってきます。変換プラグ、コンセントの変換プラグで1個あると便利です。一応ね、ホテルでも最近は貸してくれるみたいなんですけど、あと意外とあると便利なのが、もうバッグの中にね入れてるんだけどね、チキン食べる時のなんか手袋みたいに家にあったやつこれとか、ナイフとフォーク、お箸とストローですね。が、まあ入ってあるのが、私はいつも、このジップロックに入れて持ち歩いてるんで、こういうのもあると便利です。あとね、スプーンがあった方がいいかもしれない。ヨーグルトとかなんか、そういうの買うんだったら、コンビニとかで。あとはね、ちょっと、おたこちゃんいる部屋の方で、ちょっと個別にね、動画撮って、こんなの持ってくよっていうのを紹介したいと思います。
じゃあこんな感じでね、すいませんね、パジャマでね、うん、こんな感じで持っていくものをお伝えいたしました。まだ全部ではないんですけどね、これから韓国に行く方は参考にしていただければと思いますので、はい、かなり多分これから寒くなるんでね、私もそうですけど、皆さんも気をつけていただいて、楽しい韓国旅行を行っていただければと思います。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。バイバーイ。